行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？エリス、ちょっと外してくれねえか。え？うん。じゃあ中にいるから。さて、船の手伝いはお前らだけでやれんだろう。あ、何それ。ちょっと出かけてこようと思ってる。分かったよ。どうせもう決めてたんだろ。話が早くて助かるぜ。じゃあまたな。滝の洞窟はこの辺りだったな。ここから北の方って言ってたっけ。帝国軍がいるかもしれない。油断はするなよ。あれ、ねえ、封鎖されてた？止められはしなかったな。わざわざ開けて待っていたかのようだった。なんかこういう時ってあの人出てきそう。帝国の宰相か。案内してくれんなら別にいいけど。気を許していい相手ではない。しかしこんな状況ならコル将軍に手助けを頼みたいところだが。そういえば見ないね。忙しいのかな。メルダシオに王の墓所捜索を頼む代わりに難しい退治依頼を引き受けているそうだ。相変わらず働き者だな。検問か。戦闘は慎重になる。ああ、グラディオ見ねえしな。その調子だノクト。腹減った。終わったらどっから休むか。賛成。行こうよ。ああ。あの辺でどう？記念写真。ああ、撮っとけ。よし。
気分転換にはなるな。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮りまーす。これは撮っておきたい写真だな。グラディオ、いつ帰ってくんだろう。さあ、今何やってんだろうな。行くぞ。行こう。油断禁物ってね。電気がなくなってレスタルム大丈夫なの？電気使えなくなるとか嫌なんだけど。ラジオじゃ大丈夫。さてどうする。いっけな。うり。だ。うり。ありがとな。いや、この先に用事？現れた。帝国軍がいるから一緒に行こう。何？大丈夫、話し通してあげるから。はい、出発。俺からあんまり離れない方がいい。帝国兵と無駄に戦いたくないでしょ。今3人しかいないみたいだしさ。静かだね。話すことは特にない。そうだ、この先は古代遺跡だけど、君たちの目的はミスリル？話す前に分かっちゃってるし。いやさ、ミスリルは貴重な鉱石でしょ。だから封鎖もしてたし、帝国軍がいるわけで、それをちょっと
っとそこで待ってて。何するつもりなんだろう。わかんねえ。いいってさ、どうぞ。ここ軍の管理下でさ、自由行動は厳しい。なんで、あの人と一緒に行ってくれる？君たちが入隊希望者で訓練を受けに来た子たちだって。ルシスの王子一行でしょ。まあ、私は気ままな傭兵みたいなもんでね。それにあんたたちの正体も知らない。もう準備できてんの？え？ここで何かやるんだろ。監視ついでに手伝ってやるから。中は手ごわいのばっかりだよ。じゃ、仲良くやって。アラメア巡視をよろしくね。この遺跡、日があるうちは入れないよ。中を探るなら夜を待つしかないね。じゃあ行ってくる。気をつけて。じゃあ行ってくる。気をつけて。ここ何の場所だったのかな。イグニス知ってる？いや。住んでた人はどうなっちゃったんだろう。中に入って探してみなよ。入れねえか。やはり待つしかなさそうだ。どっかから入れないかな。帝国が調査済み。おとなしく夜を待ちな。夜まで待機？それしかないな。ほーら、やっぱり絶対怪しかったからね。なんかあると思ったよ。入り口あるって言わなかった？行きますか。珍しく前向きだな。外にいた二人は仲間？かなり慕われているようだったな。ああ、ビグスとウェッジ。仲間っていうか部下だけど、信頼できる子たちだよ。どこまで続くの、この階段。もう随分下ったな。やっと終わり見えてきた。住んでた人は大変だったろうね。あれ、なんで明かりついてんの？まだ誰かいるのかな。まさか。歓迎は期待できないね。何もなさそうだ。こっちは外れみたい。滑った。こっちは何かあるかな。だいぶ風化が進んでるな。なんか今にも崩れてきそう。とどめ！やっぱアラネア強いな。あら、ありがとう。あれ、あれ、あれぞ。いい感じだ。当然。こっちこっち。ほら、よく。これ倒していい？終わりだ。女
女性が…あれじゃね、何を今更…これは…すごいな…上見て、え、じゃあ、ここ水の中、すごい、魚まで泳いでる。わけわかんねえな。ここは水の中なのか。俺息苦しくなってきたよ。映画みたいだ。上か。さあ、行くぞ。どうだ。やっ。みんな無事かい？ああ。アラネアは平気。奥に進めそうだ。ここなんか気になる。どうした？こっちって言ったっけ？見落としたか？確証ないけど。死骸とは腐れ縁だわ。どういうことだ。軍とこいつらはまあ深い関わりでね。帝国軍はここで何を？標本集め。最近はそんなんばっかよ。何の標本？死骸。死骸と関わりってさ、どんな？さて、なんでしょう。え、答え当ててく形式？やるじゃないか。こいつらはね、兵器になるんだ。え？あんたたちも見たことあるはずだよ。最近の帝国ってのはどっかおかしくてね。ずっとおかしいだろ。だよね。やめようかと思ってさ。ねえ、軍辞めたらどうするの？私はもともと傭兵だからね。部下連れて死骸相手に仕事かな。へえ、すごいね。さて、どうする？正面突破。せい。後ろは任せろ。帝国がおかしいというのはどういう意味なんだ？皇帝も新しい将軍も意識バラバラ。最初もあんな感じでしょ。付き合ってらんないわ。崩れないよね。そう簡単に。え、どこが崩れたの？なんかさ、すっごい宝物ありそうだよね。そんな気するよな。素材を探しに来たんだぞ。油断禁物してね。
余裕で相手ができそうだな。これじゃ肩慣らしにもならないね。心配することじゃない。よし、臨機応変にな。やはり来たか。しかもいっぱいいるし。ほら、ノクト強。まあ、ほら。どうだ。エルサ、行くぞ。一気に行くぞ。受け取れ。サンキュー。おっと、じゃあ先に進むよ。嫌な予感するな。階段続く、どこまで続く、ずっと続く。大丈夫か。
これじゃあ肩慣らしにもならないね。余裕って感じ。向こうにも行けそうだ。行くか。ああ僕も同感なんですけど。行くぞ。よさてどうか。終わり。てめえ。てめえ。分かれ道だね。だからどっちだろう。それが分かればいいんだが。行ってみるしかないか。迷わないように注意しよう。何をイライラしてる。話が壮大な。広い。うーわー、おっきなやついそう。
ちるんだ。そっちこそ。リクト、これが必要。グリア。リクト、つらいな。あったはず。パパパパンパンパンパパパパンパンパンパパパパン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 パパン。あ、なんかいつもと違うな。ボス戦をクリアしたということか。ここで終わりのようだな。ねえ、アラネア。あ？死骸と関係ある兵器って何？魔導兵は見たことあるね。ああ、あれは死骸の研究から生まれたんだ。死骸から？不気味な国だよ、今の帝国は。気をつけな、王子。ああ、王様か。ああ、外だ。じゃあ私はここまで。まあ大変だろうけど、あんまり立場に縛られすぎんじゃないよ。騙されていたのかもしれないが、力を貸してもらえてとても助かった。そりゃよかった。まったく疑り深いこと。あなたもどうか気をつけて。おう、あら、ありがとう。じゃあね、次があったらまた手伝ってやるよ。ああ、あと最初から帰りは送ってやれって言われてるから、準備ができたら船に乗せてやる。無事に済んでよかったね。ノクト、シドニーから連絡があった。なんて？レスタルムの精錬技師を訪ねろと。工場にシドニーの友人がいるらしい。ミスリルを渡せばいいそうだ。そしたらやっと船が治るってわけか。休憩が終わったらどこにも寄らずレスタルムに行くぞ。しっかり準備してくれよ。この湖もしばらく来れないか。今のうちに釣りでもしといたら。レスタルムに行くんだって。じゃあそこまででいいね。ああ、よし、準備はできた？できてる。頼むわ。はい、行くよ。うわ、あれ、赤い機体。
起きな、王子。着いたよ。どうやら工場の方で騒ぎが起きてるらしいね。でもうちらは指示がなきゃ介入できない。市民の面倒あんたたちに頼んだよ。ああ、任せて。じゃ気をつけて。ノクト、似合ってるよ。似合ってねえよ。防護服は一着しかない。単独で最も戦えるのはお前だ。諦めて頑張ってきてくれ。あー、聞こえる？死骸駆除引き受けてくれてありがとう。その間にミスリルの加工はやっとくから。先に一人ハンターが入ってるけど、多分一人でなんとかなる数じゃないから協力して駆除してよ。あとちょっと嫌なお知らせ。死骸が発電機をいじってるみたいでさ、出力次第じゃ爆発するかも。急いでね。上がった。おう援軍か。あ、まあな。ここの奴らはなかなか手強いぜ。はお前さ、あんたもハンターなら分かってると思うが、油断すんなよ。ついてこい。行くぞ。一気に叩くぞ。了解。頼りになんじゃねえか。元からだろう。また頼むわ。任せろ。じゃ戻るか。ほんとお疲れ。ミスリルは加工しといたよ。そっちのハンターさんもありがとね。うん。グラディオ、先に入っていたハンターというのは。そういうこった。しばらくぶりだな。待て、傷増えた。箔がついたろ。改めてよろしく頼むぜ。ノクト兄さん、偶然。エリス、お、悪いな、ダスティ。兄さん、戻ってきたんだね。迷惑かけたの謝った？そこで早速働いてもらったわ。そこで？あ、じゃあ、ミスリル用意できたんだ。それなら私がシドさんに持ってくよ。先に皆無に戻って待ってるから、ノクトたちはしっかり準備してから来て。